イスタンブール考古学博物館での展示状況、ヒゼキヤのトンネルの本来の場所近くに置かれた複製シロアム碑文、またはシロア碑文、またはシルアーン碑文は、ギホンの泉からシロアムの池へ水を運ぶためのシロアムトンネルで発見された碑文で、東エルサレムのシロアないしシルアーン地区にあるダビデの町に位置する。碑文はトンネルの建設を記録しており、文字の様式を根拠として、紀元前8世紀のものとされている。この種の公共的な建設事業を記念する古代碑文は、エジプトやアッシリアの考古学では一般に見られるが、イスラエル地域では唯一のものである。シロアム碑文は、ヘブライ語をフェニキア文字の地方的変種である古ヘブライ文字を使って書いた現存最古の資料の一つである。碑文は現在イスタンブール考古学博物館に常設展示されている。シロアムトンネルは1838年にエドワード・ロビンソンによって発見された。トンネルは19世紀の間にロビンソン、チャールズ・ウィリアム・ウィルソン、チャールズ・ウォレンによって詳細に調査されたものの、碑文を発見した者はいなかった。おそらく蓄積された鉱物性の付着物によって気づきにくくなっていたためであろう。イーストン聖書辞典によると、1880年にヤコブ・エリアフという青年がトンネルを泳ぐか歩いて渡るかしている時に、トンネル東側のシロアムの池から19フィートほどは行ったところで岩に刻まれた碑文を発見した。碑文は1891年にトンネルの壁から不正に削り取られ、断片になったが、イギリス公使の努力によって復元されて、イスタンブール考古学博物館に置かれた。古代のエルサレムの町は山の上にあり、ほぼすべての方向に対する天然の防壁をなすが、その主要な水源であるギホンの泉は、崖の傍らのケデロンの谷を望む場所にある。聖書によれば、アッシリアがイスラエルの町を包囲することを恐れたヒゼキヤ王が町の外にある泉の水をせき止め、水道によってシロアムの池へ導いた。列王記下20時20分、ヒゼキヤのその他の事績とその武勇及び、彼が貯水池と水道を作って町に水を引いたことは、ユダの王の歴代史の書に記されているではないか。歴代史家32、3から4その司たち及び有志たちと相談して、町の外にある泉の水を塞ごうとした。彼らはこれを助けた。多くの民は集まって、すべての泉及び国の中を流れる谷川を塞いで、行ったアッスリアの王たちが来て、多くの水を得られるようなことをしておいていいだろうか。当初、付着物のために碑文が読めず、アーチボールド・セース教授が初めて暫定的な読みを行った。後に碑文が酸性溶液で洗浄され、よりよく読めるようになった。碑文は6行からなるが、第1行は損傷している。単語は点によって区切られている。3行目のザダのみは翻訳が疑わしいが、おそらく、ひび割れ、または、脆い部分を意味する。以下のように読める。そのトンネル、そして、これが、そのトンネルの話、斧は向かい合わせで、3キュビットが残された時に、男の声が反対側から呼んだ。岩にザダがあり、左に、そしてその日、トンネル、反対側から来た石工たちが互いに叩き合い、斧と斧を打ち合わせた。そして水は水源から池まで1200キュビットにわたって流れた。そしてキュビットが石膏の頭の上の高さであった。したがって、碑文はトンネルの建設を記録している。本文によれば、工事は両端から同時に掘り進められ、中央で石膏が出会うまで続けられたことになっている。しかし、この理想化された記述は、トンネルの実際をあまり反映していない。実際には、両方が出会った箇所は、突然90度折れで繋がっており、両者の中心は揃っていない。ヒゼキヤの技師は石膏を導くのに音を頼りにしたと、理論づけられており、この技術が使われたことが、シロアム碑文に明記されていることによってこの理論は支持された。しばしば無視される碑文の最後の文が、さらなる証拠を提供している。そして労働者の頭の上の岩の高さは100キュビットだった。この記述は、工事中に技師がトンネルから地表までの距離をよく分かっていたことを示している。伝統的には記念の碑文とみなされているが、ある考古学者は誓願のための奉納碑文である可能性を提示した。碑文の古ヘブライ文字の模写はここで見られる。2007年にエルサレム市長、ウリ・ルポリアンスキーは駐イスラエルトルコ大使のナムク・ダンと会合し、親善の意思表明として、石板をエルサレムに返還することを求めた。トルコは、この要求を拒否し、白アム碑文は、オスマン帝国の財産であって、従って、トルコ共和国の文化遺産であると主張した。アブドゥラーギュル大統領は碑文を短期間エルサレムで展示できるように、トルコが手配しても良いと述べた。ありがとうございます。